どんな野菜が好きですか？僕は初めて会う人にこんなことを聞いています。皆さんはどんな野菜が好きですか？僕は今日持ってきたこんな野菜たち、これらはカエルや生き物がたくさんいる場所で育った野菜たち、こんな野菜たちが僕は好きなんです。なぜなら僕はカエルが好きなんです。今カエルがたくさん生きていけるような方法で農業に取り組んでいます。皆さん、カエルってどんな生き物か知ってますか？カエルってとても敏感な生き物です。水辺、陸地、どちらの環境もなければ生きていけません。そして豊かな生態系があることの目安となる、そんな存在です。何より見た目が可愛い。僕はこんなカエルが好きで、学生時代栃木、山梨、長野といった場所で彼らを追いかけていました。カエルがたくさんいる地域には素晴らしい自然、景観がありました。こんな風景の中で僕はこのカエルたちと共に一緒に生きていきたい、そう思ったんです。そうやって過ごしていた学生時代、普段の暮らしの中からこのカエルを守る、カエルを大事にする意識っていうのはあまり持っていませんでした。東京で普通に暮らしていたのです。何も考えずに便利な世の中を生きていました。その裏側で起きている環境破壊、生き物たちの、カエルたちの命が少しずつ消えていっていることを考えもせず、僕はカエルを守ろうって息巻いていたくせに、これじゃ結局カエルを守れていない、そう気づいた。働き始めて僕の価値観を変えてくれる人たちと出会いました。彼らはどうやって生きるのか、どう世の中と関わっていくのか、そして本当のこととは何かを考えさせてくれました。巡り巡ったところまで考えて、カエルを、生き物を守ろうと思ったら暮らしそのものを変えなければいけないと、その時感じたのです。さらにある人と一緒に暮らすことになって、僕の人生はどんどん変わっていきます。その人は今となっては僕の人生の中でとっても大事な人になっています。こんにちは、山田由美子です。この人は今一緒にカエルを追っかけている仲間です。当時から、学生の当時から一緒にカエルを追っかけます仲間でした。それが今でもそのカエルが縁で一緒になってカエルを守る活動をしています。それはカエルや生き物、自然を大事にするスタイル、カエルスタイルという活動です。カエルスタイル。僕たちが暮らし始めたのは奄美大島、カエルの楽園です。そこで島の生き物を守る、そんな仕事に就いたんです。ここで暮らし始めて僕たちどんどん変わっていったよ。普通に買って食べるんじゃなくて、山や海で取って食べるっていう、都会ではできないことができていったよね。カニとかエビとか、あとはタラの芽とかね、いっぱい取ってきたよ。それからこの時から僕たちの味噌作り始まったんだよね。味噌玉作って部屋に吊るしてたら、友達がよく遊びに来たよね。なんだこれってね。そんな奄美で暮らして4年、僕たちはもっともっと生き物を大事にする暮らしをしたいと思って農家になることにしました。今垂水という地域で農業をしています。その垂水にはこれといって特に魅力で
感じなかったね。うん。でもその魅力がない、魅力が一見ないっていうところが僕たちにとってはチャンス、すごく魅力的に思えたの。そうそう、誰も面白いことやってないところで一から面白いこと作っていけるっていうのが魅力で、そんなことを考えながら私たちは垂水に移住しました。今僕たちの活動の柱となっているのはその農業です。そう、特に私たちの農業は変わってるからね。そうだね。私たちは耕してない田んぼにも取り組んでいます。耕していないのでバールで穴を開けてそこに一本一本苗を植えていきます。これが本当にきつい。田んぼ一枚終わらすのに僕たち1週間も耕してる。隣の田んぼは2時間ぐらいで終わっちゃうので、時々私たち何してんだろうって思う時あるよね。でもね、そんな大変な作業なんだけど周りにはカエルがたくさんいるんです。カエルがたくさんいてくれるおかげで僕たちはそんなきつい田植え作業も楽しくなっちゃうんです。そう、特に雨の日の田植えは最高。いつの間にか無心になっててカエルの声、自分の息遣い、雫がピトピトって倒れる音の世界、まるで別の世界に来ちゃったような、そんな感覚になる瞬間があるよね。そう、あれってもしかしてカエルになってるのかも。うん、多分そう。そんなことを感じさせてくれるこの田んぼには今虫や鳥、草や蛇などたくさんの生き物が集まってくる、そんな田んぼに変わってきています。子供たちもこの田んぼが大好きだよね。うん、そうだね、うん、で、これもうちの特徴かな。これこれ、おお。これわかりますか。うちで醤油をかき混ぜてるところです。うちでは毎年秋になると醤油を仕込んで3年間かき混ぜて自分たちで醤油を作ってます。他にも味噌とか麹とかお酢なんかも自分たちで作ってます。菌が醤油や味噌の形を変えてくれる、これもおかえりスタイルだね。なるほど、うまい。材料にこだわった調味料ってなかなか高くて買えない。僕たちはじゃあ自分たちで作っちゃおう、それが調味料作りの始まりでした。私すっごい料理苦手なんですけど、自分で作った調味料でご飯作ると料理上手に思われるんでラッキーなんです。詐欺、料理詐欺。自分たちで作ってるって言えばこんなのも自分たちで作ってる、うん、これは小屋を壊してるところです。で、次に家を建てて、その中にお風呂と台所を作りました。私たちが住んでる今の家には、お風呂と台所最初なかったもんね。そうだね。毎日アウトドアキッチンで煮炊きしたり、皿洗ったり、外で お湯沸かして、たらいでお風呂なんて生活が続いた時期は、結構きつかったよね。うん、かなり。でも、かなり。子供たちはすっごい楽しそうだったよね。で、家ができて何が嬉しかったかって、蛇口ひねれば水がザーッと出る、そんな当たり前のことが涙が出るほど嬉しかったよね。そうだね。あとお風呂ができて最初に湯船に浸かったあの時の瞬間、それまでの家作りの苦労が全部ぶっ飛んだ瞬間だったよね。うん、今はお風呂が大事な時間になってるね、うん、それで家ができて普通に生活できるようになったら、周りに友達が全くいないってことに気づいたんだよね。しばらく家作り引きこもってこんなことばっかりやってたからね。それで始めたのが私たちの暮らしを知ってもらう、体験してもらうワークショップでした。うちでは味噌、醤油、そういうのをみんなで作るワークショップをしています。これってカエルスタイルを広めるのと一緒に友達もできちゃう
まさに一石二鳥の取り組みでした。他にも種の交換会という会を開いたり、なんか価値観が変わっちゃうような美術展をうちの苗で開いたり、カエル主体の活動はどんどん広がっていきました。こんなカエルスタイルの活動ってどんな国に生まれてくるのか。車の移動中とか子供たちが寝た後とか、うん、常に2人で話してるよね。そうだね、うん、それで次に何やりたい、何やりたいとか、あれが面白いとか考えてるから、うん、ちょっと変わった夫婦かもね。面白いことに貪欲な夫婦だよね。そうなんだよね。でもそういう2人の会話の中でカエルスタイルの新しいアイデアってどんどん生まれてくるんです。最近ではどっちかが死んだらどうするかって話すっごい盛り上がる。常に死ぬ気でいろいろやってるからね。そうそうそう。いやー、カエルスタイルの活動、これで少しは皆さんに伝わったかな。うん、そう、私たちが楽しく暮らしながら生き物やカエルやを守っていくスタイル、それが私たちらしさだよね。そうだね。引っ越してきた最初は周りからすごい変な目で見られてます。でも最近ではうちの活動に興味を持ってくれる人がすごく増えてきたんです。そう、少しずつカエルスタイルが周りを変え始めてるって実感できるね。うん、あ、子供が泣き出した。今日は帰ります。ありがとうございました。これが本当の帰るスタイル。僕たちは毎日こうやってやりたいことだけやって毎日毎日楽しく生きてます。でもしんどいこともたくさんあります。例えばこういう活動ってなかなかお金につながらなかったり。でも僕たちはこうやってカエルスタイルしていることが生きている実感につながってます。子供にも胸張ってお父ちゃんこんなことやってんだって言えるような生き方です。もし今日ちょっとなんかやってみたいな、味噌作ってみたいな、そんな風に感じた方は、カエルスタイルがあなたを変えた瞬間かもしれません。なんかやりたいけどどうしたらいいんだろう。そんな人はうちで始めた味噌を作ってみるのもいいかもしれません。他にもよかったらうちに遊びに来てみてください。カエルスタイルの活動に触れることで何かやりたいこと少しでも見つかるかもしれません。人生って一回きりです。生まれて死んだらそれで終わり。すべては僕はやるかやらないかだと思います。皆さんがイメージする世界ってどんなんでしょう。僕が考える世界は僕とつながっている人、地域、田んぼや畑やそこでの暮らしです。そんな世界を変えるスタイル、僕はこれからもやっていきます。あなたもあなたなりの変えるスタイル探してみませんか。カエルはある日劇的に姿形を変えてそれまでと全く違う世界に行きます。僕たちはきっと変われる。僕はそう思います。